どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今ですね、私は羽田空港国際線ターミナルにいまして、ティアップラウンジに行くところであります。で、今ね、2019年、今は7月なんですけども、今ティアップラウンジの方を、ね、工事しておりますので、ティアットラウンジアネックス、私も行ったことのないラウンジなんでね、そちらの方に行ってみたいと思います。で、制限エリアに入って114番付近ゲート114番付近の動く歩道、まあ奥に見えてると思うんですけども、そこの上にね、ラウンジの表示があります。まあ、もうちょっと下近づいて見えると思うんですけども、そこの左側にエレベーターがあります。エレベーター、そちらで5階に上がるということなので、行ってみたいと思います。ちょっとね、この工事中の方はね、非常に分かりづらいです。私も結構行ったり来たりして、ティアットラウンジの他のティアットのホテルの方とかの方はですね、状況もあんまり分かってない方もいるみたいなんで、114番付近の動く歩道の、ラウンジの看板ですね、を左回ってエレベーターで5階に上がります。こっちの方がすごい静かですね。で、ANA ラウンジとかもね、ここにあるんですよね。ランチも1つ目の3階かな、4階ですね、4階にありますね。今私は5階に向かっております。ありましたね、ティアットラウンジアネックス。じゃあね、今回こちらにお世話になろうと思います。で、ティアットラウンジはですね、私の動画にも結構させていただいてるんですけども、MI カード、MI カードと MI カードゴールドと MI カードゴールドプラスを保有していると、入れるラウンジとなっておりますので、羽田空港国際線利用される方はね、ぜひおすすめとなっております。こんな感じでね、基本的に、航空会社のラウンジとなっております。それでは入っていきたいと思います。ありがとうございます。ゲートが大変離れてますので、はい、お時間ご注意ください。はい、ありがとうございます。の中に入ってきました。人がすごい少ないですね。あるもの先に食事、パン、お茶、ご飯ありますね。あとお味噌汁、まあ、前私の動画でティアットラウンジ紹介したんですけども、そちらとそこまで変わらないですかね、メニューは。まあ、一通り和食、まあ、パンってことは一応洋食もありますね。で、アルコール類もバッチリ揃ってますね。で、ご飯、ウイスキーのチタとかも無料で飲み放題ですね。で、ソフトドリンクもあります。いや、相変わらず素晴らしいですね。で、使ってる人も全然いないですね。ちょっとラウンジ一周したいと思います。喫煙席も、喫煙所もちゃんとあるんですね。いやー、ここすごいですね。
中に入ってきました。すごい湿気てますね。ヨーグルトとクロワッサン、コーラってことでいただきたいと思います。でですね、今回、機内食も入るということですので、今回は軽めに食事をして、搭乗時間を待って、出発したいなというふうに思っております。それではティアットランチのシャワーを借りました。ちょっとね、フライト自体はですね30時間ぐらいかかるんですかね、今回の私の路線ですと。ですのでちょっとここでねシャワー浴びておきたいと思います。で、こちらクシと歯ブラシと綿棒と、大体揃ってますね。こんな感じとなっております。いや、これが無料で使えるって本当に凄まじいですよね。で、シャンプーとかね。で、シャワーブース。こんな感じになってます。ではね、軽くシャワーを浴びて、搭乗時間まで待ちたいと思います。軽くね、シャワー浴びました。これが無料で使えたら本当最高ですよね。
それでは、ティアットラウンジ出ました、このラウンジはね、先ほど言った通り Mi カードゴールドゴールドプラスで入れるラウンジで、食事アルコールシャワー、全て使えますんで、私としてはねとてもおすすめとなっております。私が利用したのは、朝の6時半ぐらいだから、8時ぐらいまでだったんですけども、まあ最初のほとんどガラガラで、 今出てきたところなんですけど、今でも10人15人ぐらいですかね、ほとんど利用されている方は少なかったので、とてもおすすめのラウンジとなっております。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。